陳朝は、現在のベトナム北部を1225年から1400年まで支配した王朝。国号は大越、首都は昇流。皇族である陳氏の祖先は福建、もしくは京林からの移住民であり、現在のナムディーン省と大便省一帯を根拠地とし、一族は、漁業と水運業で生計を立てていた。また、漁業と水運業の傍らで、 海賊業を行っていた伝承も存在する。李朝支配下の北、ベトナムでは12世紀末より、政権の腐敗がはだしく、天災による飢饉によって民衆は急暴し、治安は悪化していた。オサムヤスシ進化、ネイダイラでは、民衆の反乱が起こり、各地の豪族の中にも朝廷に反逆する者が、現れる。1208年に、 おさむやすの反乱を鎮圧するために招集した、軍隊が小竜で反乱を起こすと、皇帝、高僧ら、李朝の皇族は、上り竜から放逐され、反乱の鎮圧に、陳氏の力を借りることになる。1209年、陳氏の長であった、陳李は、高僧たちを保護するが翌年盗賊に打たれ、代わって、次男の陳継ぐ喜びを中心とする陳氏は高僧を、擁して、 小竜に入場し、以降朝廷で、陳氏の勢力が台頭してゆくこととなる。乱の鎮圧中に、陳理によって擁立された巫女、李が即位すると、陳次ぐ喜びの妹、仲女を恵ま衆の記載に、恵み衆の母である丹子を対号として、陳氏と丹対号の共同統治が行われる。やがて、陳次ぐ喜びと丹対号の間に対立が起きるが、陳次ぐ喜びは、 めぐみ衆の指示を得て、単体号一派との清掃に勝利し、宮廷内での地位を確立した。内乱の鎮圧にあたって、鎮継ぐ喜びは、兄の鎮将、重廷の鎮守る旅ら一族と連携し、鎮継ぐ喜びの死後は都の前式師の行為についていた。鎮守る旅が、鎮氏の中心人物となった。年に、鎮守るは、 恵ぐみ衆を退位させて7歳の次女である、李仏金を皇帝に擁立し、恵ぐみ衆を寺院に陰性させた。陳守るたびは8歳のジュ、呪、老い、陳を、将校の遊び相手とした後、陳と、明子を結婚させる。1225年に、将校から、陳への上位が行われ、陳を、皇帝、陳の父である、陳将を上皇とする陳長が成立する。 新朝成立後に、陳守るたびは、李を陰性先の寺で自害させ、李朝最高の目を摘むために、李の葬儀に集まった李氏の一族を殺害するとともに、李氏の女子たちを、甲がデルタ周辺の部族勢力に嫁がせ、彼らとの就航を図った。体操の治世初期では、 陳守る旅が皇帝を保筆して王朝の基礎を固め、李朝末期より発生していた反乱も鎮圧された。1237年に、大宋は陳守る旅の進言によって、このなかった明ら皇后に変えて、兄の陳流の妻である李氏を妊娠中にもかかわらず、奪って皇后とした。妻を奪われた陳流は、 反乱を起こし、一時は体操が安子山に陰遁する、事態に至る。結局騒動は、鎮守る旅によって収集され、陳守る旅との抗争に敗れた。陳竜は、安城王として、甲がデルタの東端に封じられた。体操の申請が始まった1240年代より、官、軍、法の各種制度の制定が実施され、1242年に、 国内を十二の道に分けての行政区画と戸籍の整備が行われた。1248年には、治水に携わる新たな官職として、ガツツミ市が設置され、水源から海に至ると言われた、総延長 200km にも及ぶ大堤防、金江耳防の建設令が出された。体操の治世の末期である1257年から、雲南を占領したモンゴル軍による、 ベトナム侵攻が始まる。1257年末に、モンゴルのウリアンカ大率いる軍隊が、北方の国境地帯に現れ、体操に、モンゴルへの従属を求める死者を送った。3度送られた、モンゴルの死者はいずれも、体操の命令で投獄され、大越市では、モンゴルの侵入に備えて軍備が整えられた。同年末に死者が帰還しないことに豪に癒した。 ウリアンカ大の攻撃が始まった。モンゴル軍は、甲賀を溶かして、昇竜を略奪し、大層は昇竜を放棄して、鎮守る旅と共に、南方の天幕に退避した。モンゴル軍が、北方に引き返すと大層は、次男の鎮明に上位し、施設をウリアンカ大の軍隊に同行させて、大半門家の宮廷に派遣した。門家の没後に、クビライが、 大藩に即位して、元が成立した後も、青州はモンゴルへの新獣政策を維持する。1262年に青州は元に定額の金銀宝石、医薬品、増下、採画を3年に一度功能することを訳したが、1267年に大越に以下の条件が新たに課される。元が課した要求は、過大な貢ぎ物と国王の入庁が要求される。 反面、元の軍事作戦が成功すればその恩恵に預かることができるという、中央、アジアなどの他国家に課せられていたものだった。だが、大越は元からの要求に抵抗を示した。モンゴルの第二次侵攻赤、大越軍の新六路元軍の新路1257年に、大越に侵入したモンゴル軍の目的はあくまでも、そう。 南から攻撃することであり、大越を征服する意思はなかった。しかし、1280年代より、大越の従属を目的とした本格的な攻撃が開始される。1277年に上皇として政務をとっていた大僧が没し翌1278年に先週は、この陳に上位する。1282年より、元は、 ベトナム南中部のチャンパ王国への遠征を行っており、海路からのチャンパ侵攻に失敗した元軍は、大越の領土を通過して陸路よりチャンパを攻撃しようとしていた。平らなだで開かれた会議で、王公管理らは領土を通過しようとする元軍への対策を話し合い、陳流の子である行動を陳国春が、対モンゴル戦の総指揮官に選ばれる。 クビライのミコトガ率いる元軍が通過の途上で食料の供給を要求すると以前から元軍の過大な挑発に不満を抱いていた人相は都ガの要求をなかなか実行に移そうとはしなかった。1285年初頭に各地の長老たちを招集しての園広市会議が開かれ元軍に対して軍事行動を起こすことで全員の意見が一致した。かくして 敵意を抱く大腰を復従させるために、都元は大腰を攻撃の標的とし、1285年1月より、元軍の大腰攻撃が開始される。元軍の攻撃は過列を極めるものであった。人国春は軍を交代せざるを得なくなり、大腰内に投降者が続出する。首都の小竜は元軍に占領され、皇族の中にも、 大操の逸尾であった、明国王陳マスキビのように元軍に降伏する者が現れる。相次ぐ敗戦二人相は、降伏を考えるが、陳国春の嫉ったによって本位し、交戦を続けることを決意した。陳国春は、元軍の戦力が各地に分散していることを見て取ると、ジャングル、山岳地帯などの謙遜な地形を利用してのゲリラ戦を、 展開して元軍に打撃を与え、また官民による、寄与の策によって、元軍の食料調達を妨げた。甲賀デルタ地帯での大越軍の奮戦、不慣れな南方の気候と薬病によって元軍は北に交代し、大越軍は昇竜を奪還した後、追撃戦で勝利を収めた。1285年6月に戦争は一旦、 収束し、翌1286年に、大越は、元軍の捕虜を返還した。モンゴルの、第三次侵攻赤、大越軍の侵入黒、元軍の侵路戦後、再度の元軍の侵入に備えて、沈国春は、兵士の訓練に励み、武器と艦船の増産を支持した。一方のもとも過去の戦争で、食糧確保に苦しんだ失敗を踏まえ、 感染による食料の輸送体制を整える。1287年12月より、元軍は大越に侵入し、元軍は長期戦に備えて万航に城塞を築いた。人相は昇竜を脱出し、甲がデルタで元軍が築いた拠点をめぐっての、大越軍と元軍の戦闘が展開される。戦況が変化するのは、雲田室で青州の様子。 陳形余りの率いる部隊が物資を搭載した元の補給艦隊を破った時であった。食料の確保と拠点の防衛に首相をきたした、元軍は陸路と海路の二手に分かれて撤退を開始するが、陳国春は将軍、ハンゴローを両んに派遣し、ハンゴローの率いる副兵によって陸からの退路を経った。1288年3月にベトナム軍は、 白藤号を下ろうとする元軍に勝利し、さらに両山で待ち伏せていた、半後老の軍が退却中の都言の軍に打撃を与える。戦後、人相は元に対して、神獣の使者を送るとともに、捕虜を丁調に送り返した。元では四度目の大越遠征の計画が持ち上がるが、首来の没後に遠征計画は中止された。戦後、元に対して、 積極的に調考を行い、従来の中華王朝と同様の作法関係を築いた。13世紀以前、陳朝や李朝などを起こしと、チャンパ王国の間では、軍事衝突が続いていた。元の侵入の際に起こしと、チャンパ王国は共通の敵に対して、協力関係を築き、戦後も上皇となった人相がチャンパを訪問していた。 人相の働きかけによって、1306年に、人相の娘現鎮講子と、チャンパ王、ジャヤ・シンハバルマン三世の結婚が成立する。国内の文人官僚たちは、菅野王将君の孤児を持ち出して、五人に反対すると、人相と皇帝、英相は反対派を沈めるために、チャンパに、カラス里に衆を割上させ、それぞれ順州、下州として、 行政区画に編入した。ジャヤ・シンハバルマン3世の没後に大越とチャンパの関係は悪化し、現鎮公主は大越に戻った。1312年に英宗はチャンパに申請し、チャンパ王、ジャヤ・シンハバルマン4世を捕らえ、その弟であるジャヤ・シンハバルマン5世を王に擁立した。14世紀半ばまで、大越はチャンパに対して優位に立つが、 その衰退に伴って、両国の力関係は逆転する。元の信仰に対する徹底抗戦は社会を疲弊させ、農業の担い手の多くが失われた。復興のために開墾と村落の形成が進められたが、14世紀、後半より基金が頻発し、農民は不作と窮乏に苦しんだ。彼ら農民の多くはやむなく、土地と家族を、 貴族や地主に売り、自らは、貴族が私有する土肥となって国使された。一方、宮廷内では、皇帝、貴族、管理の腐敗が著しく、国学の時間である主文康は年心たちを弾劾するが、当時の皇帝、広志衆は主文康の相乗を入れなかった。1369年に、広志州が没すると、教祝王陳元明の諸子である陳比例が、 民衆の日であった、賢治大号によって皇帝に擁立される。15世紀に編纂された、司書、大越式前書は、陳比例の出自について、陳氏の血を引かない俳優の子としており、陳比例は、実父のの姓である、妖精に服することを図り、賢治大号をはじめとする反対派の皇族、重臣を殺害する。妖比例の行為に対して、 民衆の三男である陳とその弟、陳が、姉の天霊公主の後押しによって挙兵し、陽比例親子を打って、陳が即位する。しかし、芸衆は即位後に有境にふけり、また多くの進化を処刑したために、重心の離反と反乱を招いた。社会の混乱の中で、農民、土肥の不満は高まり、14世紀半ばより、農民や土肥の反乱が頻発する。 1344年から17年にわたって続いた、安岡の後昇るの反乱には1万人近くの藩都が参加する大規模なものであり、1360年代からは州、順位州下州で越人とチャム人の間で、しばしば紛争が起きた。皇族間の内部構想、土日の反乱によって混迷する大越は、さらにビナスオールの指導下で勢力を盛り返した。 チャンパの猛攻にさらされる。1350年代よりチャンパの侵入がたびたび起こり、1371年に首都、昇竜がチャンパの襲撃によって破壊された。皇帝英宗はチャンパに反撃するべく道路網を整備し、1377年にチャンパ申請を行った。しかし、大越軍は敗れて英宗は戦死し、逆にチャンパ軍によって、 昇竜を破壊される。このような状況下で、官僚層の指示を得た外赤のはむきの台頭が始まる。恥むきは、チャンパ戦の指揮官として、公戦を指導する傍ら、皇帝、陳辣邪魔な相手を排除し、1390年代に国政の実権を掌握する。1399年に、恥むきは、反対勢力による暗殺計画を未然に阻止し、 翌1400年に、はじむきは、古希と性を改め、外村の商帝を廃して、大恐れを国語とする古町を建てた。古希は在関中より、行政区画の再編、紙幣の発行、私有地の制限などの改革を進めており、これらの政策は、怖さ及びアトレー調に引き継がれる。ナムディン省の陳氏の病理長と、同じく、 陳朝でも中国的な中央集権体制の構築が進められた。宋の統治制度の多くが輸入されたが、中国的な官僚制と法制、儒教による支配の定着は容易なものではなかった。陳朝においては皇帝が成人に達した皇太子に上位する上皇制が実施された。原則として皇帝は先代の上皇が没した。 数年以内に皇太子に上位し、定位を退いた皇帝は、上皇として、政務を取った。この制度は、初向きの台頭まで、定位継承の安定化と陳氏の支配維持に寄与するが、一方では重大な国事行為の決定が、上皇によってなされる面もあった。王朝成立前より、陳氏の間では、兄弟、重慶帝間の協力関係が強く、建国後も、 不景の一族による支配を保つため、上皇制の他に、皇族間の交際トココンが頻繁に行われていた。陳朝を滅ぼした古希は、剣僧の聖母である三鶴姫、恥虫をおばに持ち、英宗は、古希の十枚、家事皇后をヒットしていたが、陳氏以外から皇后が選ばれた理由は不明である。陳氏の間で行われていたいトコについて、 大越式前書を編纂した後、霊長の司家、クレシレンは、同性と婚姻などしたのは、陳氏だけであると批判的な意見を述べ、元の詩人である、陳誠は、陳竹中詩集で、外籍の地位を利用して、李朝を滅ぼした経緯のために、同性婚を行っていると述べた。大臣などの高官、地方の統治者の多くは、王公から選ばれ、 外籍などの権力者の出現の抑止が図られた。下級管理の体系はほぼ立長のものを受け継いでいたが、新たに、ガツツミ氏、官能氏、トンデン氏などの官職が設置され、昇進昇級と人員補充が明確に規定された。官職以外に、国氏の返纂を行う国氏委員、宮廷内の医療行為を担当する、太と委員、王公の事務を代行する。 ムネトフなどの機関も新設された。1320年代より家境を突破した、文人官僚の中央政界への進出が始まり、彼ら派行遣職について、官僚国家の実現を目指した。文人官僚は、陳朝の持つ東南アジア的王権を改め、中国的な官僚国家への転換を要求し、文人官僚の指示をもとに、古希は改革と新王朝の創設に着手した。 また、儒学の素養を持つ、文人官僚の中からは、仏教批判と施策で知られるバリ官長、詩人であり、教育者としても名高い主文康など、行政外の分野でも活躍した者が多く現れた。陳潮期に、地方の行政区画が整備され、領内の存落は、社という単位に編成される。社には存落を統治するために、世襲の社官が置かれた。 地方行政単位の頂点として、政府の安部氏が治める時道の下に地府が治める、府、府の下に地州が治める、州、地県が治める県が置かれ、その下に再開の行政単位である社が設けられた。陳朝では、国朝経立と呼ばれる新法が交付され、李朝の刑法に新たな規定が追加された。刑罰は厳格であり、罪人は、 足の指を切り落とされるか、あるいは像によって蹴り殺された。国や佐計律においては、私有財産が保護され、また、農地の売買についての規定が明確にされた。裁判所に相当する機関として、神経院が設置され、また民衆が皇帝に直接冤罪を訴えられるように、竜、殿には巨大な金が置かれた。平成軍隊には、 金軍とそれぞれの道に配備された道軍で構成され、平野部の道軍は、西兵、山岳地帯の道軍は、藩兵と呼ばれ、村落には、強兵が存在した。徴兵は、少数精鋭を選抜する方針によって実施され、平時の兵士は濃厚に従事していた。元への交戦においては彼ら農民兵による、ゲリラ戦と清野による抵抗が、勝利の原動力となった。 陳朝の軍事力の中心を成していたのは、各地の王公が有する士兵であり、戦争には王公が士兵を率いて従軍した。陳国春の一族は、元の侵入に対して領地より、角、家等などの士兵を動員し、軍隊の主力を成した。兵器陳朝末期には、火薬の使用が、司書の記録に現れるようになる。 1390年1月のチャンパ軍との戦いで、将軍チンクズマによる艦船からの砲撃が、チャンパをビナスオールを戦死させ、大腰に勝利をもたらした。シンガポール国立大学の研究者であるマゴライシンによれば、チンは中国から火薬の製造技術を輸入し、効果的に用いて、チャンパへの優位を確立したという。さらにマゴライシンは、 1396年に、はじむきが、従来、鋳造されていたどうかに変えて、紙幣を発行した背景には、銅を貨幣の鋳造ではなく、重火器の製造に振り分けたい、事情があったと推測した。陳朝と古朝の人々は中国から輸入した技術に、満足することはなく、独自に火器の改良を続けた。その結果、陳朝で開発された、重火器の品質は、 中国の重火器に匹敵し、それらの兵器は1407年以降の対民戦争において使用される。この時期の大声での軍事理論について書かれた書籍としては、陳国春が表した兵所要略があり、将校の教本として使用された。土地開発と農地理長期より実施されていた地形と気候に合わせた稲作に代わり、陳朝では、 堤防の建設に代表される自然環境を改良する黄がデルタの開拓が推進された。堤防建設の結果、13世紀より黄がデルタでは夏季冠水地帯の水田化が進み、開発に伴って干ばつよりも洪水の被害が多くなる。国によって食料の増産が推奨され、未開の土地の開拓と並行して灌漑・水理工事が実施された。 1248年の金江水摘の建設のように堤防を運河の工事が国によって推進され、中には民衆のように自ら工事を監督する皇帝もいた。堤防の建造はガツツミ氏によって監督され、農地に堤防を建造する場合には国家による保障がされた。昇竜西南の西半乱源の和獣化が進み、和獣の内部には高地と、 新しい社が作られた。国家の建設事業とは別に、沿海部のデルタ地帯では、王公貴族による私有地の開発が進み、堤防の建設や干拓といったデルタの改良事業には、王公が所有する土費が支援されていた。村落の公電が国内の電人の大半を占めており、公電からの税収が国の収入源となっていた。 公田は農民に分け与えられて税が徴収されたが、中央政権の弱体化に伴って、王公貴族や官僚によって、農民の土地は彼らの私有地に組み込まれた。連続する基金と重税に苦しむ農民は、税と、不益から逃れるために多少に逃亡して、土費として支役されるか、あるいは地主の下で工作と時代の納付に従事する、仮田農民に身を落とした。多少、 新潮の王公貴族には、採用が与えられ、多少の所有が認められていた。1266年に、王公貴族に多少の所有が認められ、多少の開発のために、流民たちが同費としてかき集められる。多少でロームに従事するノード、土費は、地主の下で働く仮伝の民よりも酷使され、ノード、土費の子も、主人の土費とされた。また、他省では、 占いやつという、チャンパ人の奴隷も刺激されていた。陳朝末期には、各地で、農民や土肥の反乱が発生し、1344年の後、ノボルの反乱が鎮圧された後にも、以下に挙げる放棄が発生した。また、王公貴族以外に、実者も、信者からの寄進を受けて、ミホデン、という荘園、詩人を有していた。史上の数は、 都市以外に村落にも増え、商人たちは都市や貿易港で活躍した。外国船が寄港する貿易港には、海島、海ジオ、雲田室などがあり、小取引は、戦場でも行われた。李朝の時代には買いならされた、像、金銀器、木の織物が公益の主力商品であったが、14世紀半ばより、陶磁器の輸出量が増加する。 ただし他国人の行動は大きく制限されており、雲田室など法令により指定された旧の居留地にしか立ち入れなかった。民衆にも他国人との接触は制限され、国や査計立には貿易港と国境地帯での行動、土地取引、公益の商品に銀式定が設けられていた。こうした風潮より、研究者の桃木志郎は、 陳朝の内向性と閉鎖性が強いことを指摘している。笛の神相の病理長は仏教が流盛を迎えており、建国当初の陳朝でも仏教は強い影響力を有していた。初期の皇族は敬虔な仏教徒であり、神相は上位後に陰性した後に禅の一派である竹林派を創設した。やがて陳朝期の仏教は道教、ラマ教の影響を受けて、 次第にヘミをしていく。道教も仏教と並ぶ有力な宗教であり、宮廷内では仏像と共に同志も盛んに活動していた。道教徒として有名な人物に沈国春がおり、その死後に霊廟が建てられ、神として祀られた。14世紀に入ると儒教の台頭が始まり、歴代皇帝の信仰も仏教から儒教へと変わっていく。 民衆の間では、伝統的な信仰が、なおも根強く残り、中国的な祖先、民族的英雄、功労者の崇拝も発展を見せるが、定着するには至っていないという意見もある。低圧差、以来来た、ベトナムに成立していた政権は、中華王朝の作法体制の枠内に組み込まれていた。元からの新獣命令は、北方の中華王朝に対抗して、南方で、 皇帝を称していたおこしにとっては法外な要求と感じられた。また、中華王朝の作法国である安南王国の立場からも、非漢人国家である元の要求は受け入れがたいものだった。元からの入庁命令を交わすために、長皇は架空の皇帝の名前を使って交渉を行い、元の使者が象直を持参した際には立ったまま受け取るなど、 独立性の維持に苦慮する。不備来の死後に元は南方、東方への進出を放棄し、陳朝も一から三年ごとの朝貢を行い、元との間にそれまでの中華王朝と同様の関係を築いた。ただ、元は第二次遠征中に降伏したス・末、君親子を安南国王に封じており、元末まで陳朝の皇帝は安南国王として、 直接作法を受けなかった。建国初期の陳朝はチャンパに対して、李朝と同様に敵対関係にあり、1252年に、大層が、首都ビジャヤに申請を行い、チャンパ王ジャヤ・パラメーシュバラバルマン二世と王室を捉え、クアンチ、クアンビン北部を支配下に収めた。元の侵入に際して陳朝とチャンパは協力関係にあり、1301年に、 人相の交渉によって、王女、現陳公師と、チャンパ王、ジャヤ・シンハバルマン三世の婚姻が成立した。ジャヤ・シンハバルマン三世の没後に、チャンパ内の内紛によって、両国の関係は悪化し、英葬の申請によって、チャンパ王、ジャヤ・シンハバルマン四世を捕らえ、新たにその弟であるジャヤ・シンハバルマン五世を、擁立した。ビナスオールのチャンパ王即位後に、 両国の力関係は逆転し、1390年に製、ヨモギガが、甲がデルタ遠征を行った際には、おさむやす、順位集、カシュ集の住民の多くがチャンパに従った。カジュウという火器によって、ビナスオールを破ると、大越しは、反撃に転じ、チャンパに占領された土地を回復した。13世紀末より、東南アジア大陸部では、大系民族の大移動と、 人口増加が顕著になり、沈庁でも安南山が脈方面への関心が高まっていた。元軍の侵入の直後から国内外に国位を示すために、前代の王朝が実施していたチャンパ遠征に代わって、ベトナム西部のアイローへの攻撃が開始される。シュブニアスの増官僚の選抜試験である下挙の受験、国学への入学は、 ごく一部の例外を除いて、すべての官僚の指定が資格を有しており、府、道には、公立の学校、村落には、民衆の通う私塾が設けられた。1246年より、不都学生の試験を7年に一度実施することが決定し、翌1247年に庭見による三先掛けの選抜が定められた。東洋試験は17回行われ、 行政を支える官僚の多くは、他省を有する王公の門閣から排出された。陳朝期の教育者の中で著名な人物としては、国学で重職を務めた主文安が挙げられ、作詞においても名を知られた。陳朝においては、民族文化が高まりを見せる。1272年に、はじむ文宮を中心とした、国士院の管理によって、30巻からなる。 ベトナム最初の聖史である、大越式が編纂された。大越式は、史実岩同様の変年体通史であり、18世紀まで、大声で編纂された史書の様式の先駆けとなった。建国当初の陳詞の人間のほとんどは高度な、学識を有しておらず、陳朝建国の功績者である、陳守る旅でさえも、大越式前書において、 上辺だけの学識の持ち主と評されている。しかし、李朝に代わって、陳朝が成立すると、陳朝の王皇貴族は文化に特別な意味を乱すようになり、その傾向は特に文学において顕著であった。青春の弟のテルア明王珍光家が、第二次モンゴル戦争の勝利を記念するために、編集した、詩集、樹賀環境は、沈長期における、 ベトナム人の民族意識を表す恒例の一つとして挙げられる。民族意識は、モンゴルの第二次侵攻の際に、陳国春が発した、劇文、劇商詩文にも見られ、劇商詩文は、ベトナムにおける劇文の形式として、最も有名である。皇族の陳氏以外に、文人官僚や、学者も、詩文を表した。漢詩の優れた書き手として知られる、爆長の、 長官長の他に、対モンゴル戦争で活躍した、ハンゴロウも、死集、十回を表した詩人としての一面を持っていた。仏教界からは、仏教思想と禅の精神を表現した文学作品が多く現れ、仏教文学の著者としては、人相らが知られる。また、宮廷の人間や仏像などの上流階級によって書かれた文学作品以外に、 エツデニューレイなどの民間伝承を集めた作品集も編集された。これらの作品集は文学的な価値以外に古代ベトナムの歴史を紐解く重要な手がかりとしても評価されている。新潮期の文学は13世紀末からのチュノムによるベトナム語文学の勃興期という面でも大きな役割を持っている。以前。 ベトナム語は主に古伝の歴史とことわざに用いられていたが、人相の知性にベトナム語は初めて第二の公用語として、漢語とともに公文書に使われる。管理の源泉は1282年にチュノムによる文学作品を発表し、これがチュノムによって書かれた詩として最も古い記録の一つとして考えられている。原先より後の時代になると、チュノムは 次第に国学でも使われるようになり、主文安は監視以外にチュノムによる作詞も言った。陳長期のチュノム文学の業績は、後の時代のベトナム語による文学作品の発展の基礎となる。他方、陳朝支配下の北、ベトナムでは、チャンパ王国のチャム族、ラオスに居住するラオ族の言語も話されていた。また、 青州の弟である、秋文大王陳妃は、チャム語以外に、タンウマスズの言語を介したという。1374年には、中国人の服装をすることとともに、チャム族とラオ族の言葉を真似て使うことが、法令によって禁止される。陳長期の安南焼。き水蓮、菊の模様で彩られている。陳長期の工業には、国の支援を受けた分野と、 民間で独自に発達した分野の2種が存在した。国から援助を受けた分野として、白磁、綿布織物、木織物、兵器製造、造船業を、国によらず独自に発達した工業には、銅の鋳造、製紙、木版印刷、木工、建築、工業を一例として挙げられる。手工業者の中には、同業者と共に、 地方で職人村を形成する者や昇流に上京して棒を結成する者も,もおり、昇流の皇宮の近隣には61の棒が存在した。陳長期には陶磁器が独自の発達を見せ、南海の産物に代わって交易品の地位を得る。12世紀以降、北、ベトナムでは緑有、緑釉、紅釉の陶器が作られ、中国からの影響を受けながらも、 独自の作風を開拓していた。14世紀からは、流線用、軽徳地業の技術が取り入れられた、白字、政治が生産され、陳朝期の政治の一種である他人。保はものは、モンゴルの侵入を逃れて、大越しに流入した、僧人によって創始されたと考えられている。陳朝における代表的な建築物として、14階建ての、不明寺の塔、サイト城がある。 また、昇流の工具、平山の塔などの立長期以前に完成した建造物の修復も実施された。また、高位の人間の寮母には動物や人間の彫像が多く飾られた。サイト上は6メートル近い岩造りの城壁と堀に守られ、3カ所の門はアーチ造りの屋根で飾られていた。王公貴族には船舶に居住する習慣があり、 彼らは自分たちの船を有し、職務、宴会、娯楽を船の上でも楽しんでいたという。沿岸部の漁民の風習である入れ墨は、沈朝の王公貴族の間でも行われており、皇族は太ももに、竜の入れ墨を施していた。入れ墨の習慣については、自分たちが漁民の出身であることを示すために入れ墨をしているのだと、人相が、この映像に語り伝えた逸話が残る。 一般民衆は、質素な衣服を着用し、裸足で歩く生活を送っていた。しかし、彼らは、歌、踊り、歴史的事件などを題材とした、歌劇、人形劇、相撲、蹴鞠、競争など様々な娯楽を楽しんでいた。リアッサ、チンチョは、音楽と文化の黄金期だと考えられており、チンチョの時代に、演劇は、低俗な娯楽と見なされていたが、演劇は、 人潮末期に急速に発展する。演劇の発展には、元軍の捕虜出身の俳優、李元吉の存在があり、彼は、物語、衣装、演じる役柄、軽技といった中国演劇の特徴を、ベトナムの芸能界に導入したとされている。このために、李元吉は、ベトナムの古典演劇である、テオンの確立者と考えられているが、近年では、 テオンと中国の歌劇の間にはメイクと衣装の用法、劇場の監修などにおいて異なる概念が多く、存在するために、リモト吉を古典演劇の確立者とすることに意義が唱えられている。演劇は、庶民の間だけでなく、広志集在位中の宮廷でも流行し、皇帝、楊妃令の母は、恐縮王、陳元明が寵愛した女優だった。天文学陳朝における、 科学の発展については、史書で承述されていないが、大越式前書で、しばしば言及される当時が、陳朝の著名な天文学者として挙げられる。民衆の知性に、当時は、蓮舫史の官職に任命されたが、行政での活躍よりも、むしろ天体観測のための天球儀を発明したことで知られる。当時は観測の結果をもとに、1339年に、 国内で使用されている樹脂歴を北ベトナムの気候により適した正気歴に修正することを進言し彼の提案した正気歴が採用された。道路以外の科学者としては暦の計算を得意とした創出の陳元単が挙げられる。医学1261年に青春は宮廷内の医療を統括する太市医院の設立を命じ、医官は 医師の選抜試験と薬病の治療を職務とした。1365年に太医院は多くの疾病に薬効があると言われた抗玉草丸という漢薬を貧民に貸しした。陳朝の医師は漢方薬を用いる伝統的な中国医学による治療の傍らで様々な地方の薬草を採取し栽培していた。民衆の治世に活躍した太子医である。 ハン・反ボンは、地方の薬草で調合した薬による治療を行う、ことで広く知られており、医学書、ふとし医薬病に、自らの治療法を記したと考えられている。もう一人の慎重において、有名な医学者として、ハン・反ボンの同郷人である僧侶のエジョが挙げられる。エジョは、ベトナム市場に残る巧妙な医学者の一人に、数えられ、その二冊の著書、行為を四角書く遺書と、 南薬信仰が、ベトナムの伝統医療の基礎を作り上げたことにより、南方医学の父と称賛されている。南薬信仰には、ベトナム各地で採取できる499種の薬草、3000以上の処方によっての184種の疾病の治療法が記載されていた。南薬信仰とは、対照的に、公用四角各医所には単純かつ簡単な薬の調合法が記され、 民衆に高い効能のある薬を提供した。大宗鎮召集、鎮明人宗鎮栄宗鎮明宗鎮、県宗鎮左官、広子宗鎮倉徳公陽比礼栄、宗鎮栄宗鎮拝定鎮順、宗鎮、在位、1388年。1398年小定鎮県中、1225年から1232年、天王正平。 1232年から1251年、元宝、1251年から1258年、小竜、1258年から1272年、宝府、1273年から1278年、小宝、1279年から1285年住居、住教、1285年から1293年、交流、 1293年から1314年、大慶、1314年から1323年、解体。1324年から1329年、平き夕。1329年から1341年、継ぐとよ。1341年から1357年,13年,13年、大一。1358年から1369年、大定。 1369年から1370年、昭敬。1370年から1372年、高吉。1373年から1377年、正夫。1377年から1388年、三安。1388年から1398年、謙信。1398年から1400年。ありがとうございます。